こんにちは、みゆみゆのはんなり京都 TV。 どっせ、私今日は四条大宮に来てます。四条大宮にむっちゃボリューミーな海鮮を食べさせてくれるお店があるんですよ。今日はそちらのお店をご紹介したいと思いますので、みんなの衆ついてきなさい。行こう。みゆみゆはんなり京都 TV。京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。あちら四条大宮、四条大宮通りになります。この道をズズズズズンと入っていただきまして、ハイカラ亭、このハイカラ亭を目印にずいずい入っていただきます。緑の看板が目印になります。この看板が目印です。はい、出ましたよ。じゃん、立ち飲みあずき屋さん。こちらのお店がね、すごいね、海鮮を出してくれはるんですよ。立ち飲みとは思えへんで。あずき屋さん、あんたお久しぶりです。もうフェイスブック見てね、もう食べたくて食べたくて、みどりママお久しぶりです。突然始まりました。ポール取りましたよ。オープン待って取りましたよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんな感じです。めっちゃ激安、はい、いいね。これをみんなね、これね、食べたかったらね、水曜日と日曜日以外のポールを取りに来なさい。40円。これから行きたいと思います。これはいけますよ。おなごのみや。皆さん、お疲れ様でした。かん。へい。うまい。貼らせてもらいます。目立つとこに。出来上がるまで来ました。おつまみです。生と炙りが選べるけども、私は生が好きなので生にしました。明太子240円。美味しそう。切られてます。酒のあてには最高や。わあ、美味しそう。酒のあてには最高。美味しい。もうご飯も食べたくなるけども、今日はお酒です。やば、もう来るで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 。あずき屋名物1100円盛り。どうぞ。マスターの顔です。やばー、これやばくない？これ1100円盛り、やば、重っ。これアワビですね。アワビ。これがハマチ、横はカンパチのこれブリで、タイのマグロの赤エビ、これ肝になってます。やばこれ1100円やで、ミナノ酒。これすごいわ。いや、ちょっとやばないこれ。ほんまに念願の小豆屋の森を森。1,2,3,4,5,6,7,8,9。肝も入れたら10。これ1100円よ、皆様。市場休みじゃない時に現れる品物。でもね、ほんまにね、すぐなくなるから、もうみんなすぐ来て食べる食べる、もうすぐ食べる。止まろうかな。よし、はい、美味しそう。これがね、1000円はないわ、ほんまに。
むったくだしんせん。ちょっとね、どん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 食べていくわ。念願よ、これ。これ買っとこうかな。こう、マスターの説明を何も聞いてないという。でも、もう美味しいからどんどんいきます。来てよかった、ほんまにオープン待っといてよかった。もうこれ食べたかった、ほんまに。皆さん30分前には待っとかなあかん。待っといてもね、うちあんで。もうこれ何個か、うまいわ、ほんまにすごいわこれ。多分カンパチ。歯ごたえ全然ちゃう。こんなもうご飯みたいに一気に食べたらもったいないので、お酒を飲みながらちびちびいただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しい。あ、でもちょっとこれ食べたいな、これ、これこれすごいね、これ。ほんまにアワビ、ほんまに本物。むしろこれだけで1000円ぐらい、700円とか800円とかする勢いのお刺身、最高やなこれ。すごいわ、うまい。はい、来たよ、また顔からの症状。はい、また何？鶏おまかせミックスです。はい、おまかせ鶏ミックス、すごい。おまかせやもんね。何が入ってますか？今日はですね、今日は肝、鶏肝、鶏ハラミ、ズリ、ハツ、セセリ。やば、こんだけ入って、はい、400円やったっけ。400円です。安っ、これやばいね。小豆屋、小豆屋もうこう破産せえへんかぐらいな勢いやわ。いやー、めっちゃ美味しそう。何か分からへんけど食べてみて当てるクイズ突然始まるで。何か分からへんけど食べてみたら分かるよクイズ。あずきやちゃん、海鮮もうまいけど鶏もめちゃくちゃ新鮮。なんでこんなうまいの。焼き鳥や潰してまう勢いやで、これうますぎやろ、これミックス、しかも400円。おちりや、おちり、私の大好きなおちりが入ってた。めっちゃくちゃうまい。これで400円、安いわこれ。肝も入ってるの、ちゃんとこれ。うん、全然癖がない、苦味もないし、旨味と甘みが凝縮。私がね、大絶賛する、ほんま穴場中の穴場やで。これ知ってる人はパッと入れるけど、知らん人絶対知らんだもんね。ここ来てみたらびっくりやで。行くかこれ。そら一番ね、もうね、こだわりにこだわり抜いて仕入れて、うん、さっき泳いでた感めちゃくちゃうまい。これを1000円で出す、こんなのほんまに誰それやが言うてたけども、海鮮丼で乗せたら3000円ぐらいするで。そのぐらいの代物、しかも新鮮で美味しい。ほんまに何回も言うけど、並んできてください。開店前に食べれると思いますので。ママハイボールと飯ください。飯もらいます。
普通の居酒屋さん1800円やらはった時はなんか前から聞いてるけど行ったことないからで行くいう感じだ。ドン来たよ、ドン、ドン来ましたよ。これちょっと熱々なので海鮮丼とね鶏丼しようと思ったんやけど、鶏から先に行きたいと思います。行くで、飯テロしとくわ。いいか分からへん、食べ尽くしてるで。はい、いただきどうぞ。大声で叫びたいけどお客さんがいるから叫ばへんけど、大声で叫びたいくらいめちゃくちゃうまい。あずき屋さんのこのねタレめっちゃご飯に合う。めちゃくちゃうまい。鶏丼からの海鮮丼やぞ。ちょっと乗せてから見せるわ。やば、美味しそう。かけて、こんなこともできる、すごくない？すごい。うん、そらうまいわ。こんな美味しいお刺身でこんな贅沢なことをしてるんだもの、うまいに決まっとるわ。最高やな。でももう売り切れましたよ皆さん、30分で。それぐらい値打ちがあるの。これやったらまだ来れるし、早いじゃんって言ったら。でも、悲しそうなのはどうかしら。でもほんまにもうね、今ね、あのお客様がね、あんまり売れてほしくない、もう心の声がもうダダ漏れやけど、ほんまにその気持ちはいっぱいやけども、それぐらいむちゃくちゃすごいお店がこの奥の奥の奥にあるので、皆さんぜひ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 来てみてください。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。今からまだ飲みますよ。では皆さん最後までご視聴ありがとうございました。みゆみゆはんなり京都 TV、 チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。飲むぞ。